こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県天理市おとぎ町にございますおとぎハイツのですね C-105号室ご紹介させていただきます。今回見ていただくこちらのお部屋は、まあ、お二人でね住んでいただくのもよし、お一人でねゆったり生活していただくもよしというような物件になっております。早速ねキッチンの方を見ていただいてるんですけども、本当にね十分使い勝手いいキッチン準備しておりますので、使い勝手の方は抜群だと思います。収納もねしっかりついておりますし、換気扇もねちゃんとベンチフードで覆われております。窓もあってねいい感じだと思います。こちらのキッチンの横がですね洋室になっておりまして、こちらの洋室には洗濯物を干していただける物干し場がついております。奥が和室になっておりまして、6畳のスペースですね。広さも十分だと思います。こちらにございますのが押し入れですね。はい、天井までの高さの押し入れとなっております。ここからね先ほどのキッチンに出れるようになっておりまして、こちらの扉を開けますと玄関になります。玄関ね、タバコもこのようにスペース取ってありますし、この位置に洗濯機を置いていただけます。お風呂はこのようになっております。こちらを開けますとおトイレになりまして、しっかり水洗のね綺麗な洋式トイレとなっております。こちらの物件なんですけども、本当にね、お家賃がリーズナブルに設定されておりますので、単身の方でも、十分お住まいいただける内容だと思います。ゆったりね新生活こちらの物件で送っていただくためにもですね、私どものページで情報を確認いただいて、お早めのご内見の方をお勧めさせていただきます。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。